はい、それでは始めさせていただきます。本日は宇宙科学の集い最小ロケットの研究についてというテーマで開催させていただきます。たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。本日司会と進行を務めます JAXA 宇宙科学研究所の生田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日の宇宙科学の集いですけれども、これはと昨年度まで宇宙科学の夕べと言ってテーマをして、少し記者会見よりも長めの説明会を開催させていただきました。それよりも少し範囲を広げてご案内をするようになりましたので、名前を改めまして宇宙科学の集いというふうにさせていただいております。それでは早速、本日の最初の講演で、21世紀の宇宙利用と最主要ロケットの研究というテーマで、宇宙科学研究所の稲谷より説明させていただきます。はい、皆さんどうもこんにちは。お集まりいただきましてありがとうございます。今日はちょっと今、生田の方からお話がありましたような形で、宇宙科学研究所の活動を皆さんにご紹介し、するという趣旨だと理解しております。で、普段宇宙科学研究所のそのサイエンスの関係の話題が多いんですけど、工学からも何か、面白いことやってますが、出していこうということで、再使用ということで取り上げていただきました。一方で、ロケットの世界、宇宙へのものを運ぶ世界が、どんどん進歩する状況にあるかというと、なかなかいろいろな困難に直面しているところもあって、皆さん宇宙、宇宙圏のみならず JAXA 全体が、宇宙輸送の、未来に向かって切り開こうと頑張っている方大勢おられます。その中で宇宙圏の中でどういう活動をしているかということをご紹介したいと思います。で、私はそのイントロダクションで後の、講談の方で、小川成夫の方からご紹介しますが、比較的最近その、少しその研究活動で進展がありまして、実はそのエンジンの開発というのをやっておりまして、それがある成果を見ましたので、その成果をちょっと皆さんにご紹介するということでこの回をやったらどうかということをしたんですが、話の全体もご理解いただいていこうということで、ちょっとその私の方から考えている背景のようなことも含めてご説明したいと思います。お配りしたやつの通りですが、宇宙を取り巻く世の中の状況がどういうふうになっているかということを少し前で書きました。象徴的なことも書いてありますね。で、いろいろ細部はいろんな議論、あるいは異論もあろうかと思いますけれども、大きな流れとして、宇宙ステーションというのが、長年の、開発を経て出来上がって、運用が始まっているという状況ではありますが、これをこの先どうしていくのかについては、皆さんご承知のいろいろ議論のあるところです。それを作るのに非常に活躍しましたスペースシャトルというのがアメリカで、1980年代から運用していましたが、ここも皆さんよくご存知ですが、いろいろな課題があって、現在はもう退役してしまっています。後で申しますが、我々このスペースシャトルができたときに、僕自身はまだ、学生とか就職したてとかいう時代だったんですが、その時はその1980年代で世の中をもうスペースシャトルの次にもっといいものを作ろうという、勢いがあった時代でした。ただ現実にはスペースシャトルが退役するに至りましたが、その次にもっと良いものができているかというと、なかなかそうはなっていないというのが現実であります。一方で、西側の諸国、日本も含めてと思いますが、ではなかなか困難な状況があるんですけども、一方でその第三勢力といいますか、新興勢力の人たちは、非常に、我々とは少し違った動機も含めて大変頑張っているという状況がありますが、ここで21世紀とか20世紀とかいうのを、ある種の区別の意味で申しますが、それほど深い意味はありませんけれども、全く新しいことに取り組んでいるかというと、実はそうでもない。一方で、右下の絵のようにありますように、少し違うやり方で物事をやろうぜというような動きも出てきていて、特にアメリカでは、民間、活動による宇宙への、宇宙活動というものが、盛んになりつつあって、最近でも、
スペース X であるとか、バージンギャラクティックであるとか、まあ、ちょっとあの詳細はまた後で触れることがあるかもしれませんが、今国が税金でやるのとは違った世界が作られ、初めてあるいは作られようとしているという状況があります。まあ、この辺を背景にして、じゃあ我々はどういうふうにすればいいのかというようなことをまあ考える。で、スペースシャトルのことを少し申し上げますが、まあ、1980年代、開発は70年代から始まっていましたが、まあ、最初彼らが、まあ、NASA がスペースシャトルで何をしようと思ったかというと、やっぱり宇宙へのアクセスの大幅なコストダウンです。非常にその飛行機のようにぐるぐる回転する図式を作ろうと思って、この絵の左にあるような図式を描いて、1週間に1回くらいの頻度で飛んでいくと非常に頻度も上がってコストも下がるということを目指したわけですが、実際はこの右側にありますようになかなかそうはいかなくて、1年に1回飛ぶのも大変であると、まあ、そういう世界になってしまった。そのためのコスト増加でなかなか困難に直面したということ、まあ、あの詳細はいろいろありますけれども、まあ、大きくはそういうその見込みと結果の違いということがあったと。じゃあ一方、スペースシャトルが目指しているの世界はどんな世界であるかというと、やはり輸送コストを一桁下げようと思って、まあ、その頃も頑張ったわけですが、実際その後いろいろなスタディをしてみるとということがその下の絵でして、輸送コストがその一桁下がったら二桁下がったらというのがその横軸でして、それに応じて輸送需要がどれだけ増えるかということが、まあ、この予測として書いてある絵なんですけれども、まあ、かなり一桁以上の大幅なコストダウンをすると、今までにはない宇宙への輸送の、担い手といいますか、宇宙利用が、活発化されるということがこの予測の絵でして、まあ、これも詳細申しませんが、象徴的な、あるいは代表的なものとして、一般の人が切符を買っていけるような宇宙旅行とか、太陽発電衛星という非常に巨大なものを挙げて、世界のエネルギーを面倒見てやろうとか、まあ、環境問題からして、まあ、そういう非常に大規模なものも、この世界になると出てくるのではないかという、そういう予測があります。上の絵はそのことを少し象徴的に描いた絵でして、その20世紀的あるいは現在の宇宙へのものを運ぶ要請というのはどんなものがあるかというと、ここに書いているようなもので、ある種のまあ人工衛星を上げて何か電波を送ったり写真を撮ったりなんとかで仕事をしようと。それからあとはその宇宙科学とかも我々やっているところですけども、そのある種の宇宙ステーションとか、その税金を使ってやる世界、あるいはまあビジネスもあるけれども通信とか広報とかそういうものに限られる。まあそういう世界ではなかなかその次の時代を突破することができない。ようで、右にありますような世界をどうやって作れるか、そこは輸送手段が良くなることと輸送需要が、質的に転換されることとの両方が必要であると、まあ、そういうことが言われているところで、で右側のような世界を、まあ、これスタディの結果がいろいろあるわけですけども、実現するためには、まあ、どういうその飛ばす仕掛けを作らないといけないかということに考察がいろいろされているところで、非常に今とは違う大幅な2桁のコストダウンであるとか、1日に何十回も輸送を重ねるとか、まさにその航空機が実現しているような世界を作らないと、こういう世界がやってこないものであるというふうに、なスタディがいろいろされているところです。まあ、定量性を持った話は少し書いてありますけれども、まあそういうスタディはされているところです。で、そういう世界で、じゃあ、その、に耐える、あるいはそういう世界をもたらすような輸送機というのはどんなのであるかということを書いてみると、例えば1日に1回どんどん繰り返して飛べるようなロケットを作れであるとか、軌道に運ぶ量は1日に何百トンも運ばないといけないであるとか、それから、繰り返しの回数は、何千回も、飛ばないと、その投資が飛行機のように、その、一回、飛ぶごとにその飛行機を買った借金を返すという形で、の運航というのをするためには、これぐらいの回数を飛ばないとダメであるというようなことが、そのある種の今の宇宙旅行とか発電衛星とかのビジネスモデルから出てまいりますが、まあ、そういうことをやっていくというのがその我々のゴールであろうと、まあ、そういうことが言われているわけです。まあ、その意味で整理をしますと、今の我々の使い捨てロケットの世界というのは、成功確率 95% とか 99% とか言ってますけども、100回やったら何回失敗するかと、まあ、そういう世界、あるいは、コストダウンの競争は民間や新興国とはやらないといけない、まあ、そういう世界で使い捨てロケットの世界というのが作られていて、これからもそこの競争はあるのでしょうけども、まあ、最小の世界というのはそれとは少し違っていて、飛行機のようにとにかく安全に行ったり来たりするシステムを作るのであると。
世の中が需要するような安全性をもたらすものである。それから飛行機のように行ったり来たりが非常に高頻度にするということで、例えば1回飛んだら次飛ぶのいつですかと、1年後ですというのでは話にならなくて、今降りてきたら明日飛びなさいと、まあ、そういう世界をロケットでどうして作ればいいかと、まあ、そういうことができると今のような世界を作るんだろうと、まあ、そういうことが言われる。で、我々の技術屋としては、じゃあそれを目指してどんなことをやればいいかということを考えるということです。で、まあ、ちょっとこれは少し古い、言葉になるんですけども、実験を、しましたので見ていただいて、ということが、ないですが、こういうロケットを、まあ、かつてですが飛ばして実験をしました。これは逆回しではなくて上から降りてくるロケットということで、まあ、行ったり来たりするロケットの試しをしてみようということでやった実験です。もう少しアップしてみていただけますが、まあ、こういうその、ロケットエンジンを使って上がったり降りたりするという実験を、まあ、これ2000年の初めから中頃にかけてやりました。まあ、後で申しますように、まあ、これ上がっていくんですけども、宇宙まで行けばいいんですが、またすぐに降りてきちゃいます。先ほど、アメリカの民間がやっているというのはスペース X というのが、まあ、ロケットを戻してくるというようなことを最近やっていますけれども、まあ、実は、まあ、こういう仕事はもう我々も含めて1900年の終わりぐらいから2000年にかけて、いろんなところでされた経験があります。というわけで我々はそのさっきのようなその宇宙輸送の将来ということを考えた場合に、まあ、何をやったらいいかというと考えて、まあ、この10年ぐらいの間にいろんな実験や次の提案というのをやってきました。先ほど申しました絵でお見せしました最小ロケットのある実験機を作って、後で言います、まあ、スペースシャトルと同じように良い性能のロケットを作らないといけないということも含めて、その液体水素を燃料にするということで、まあ、これ水素を使うということでいろんな困難があるわけですけれども、後で言ういろいろな世の中との接点も出てきて、広がりの多い話だと思っています。それを拡張する形で、ここで書いて、まあ、次のゴールと書いてますが、最小型の観測ロケットというのを作って、まあ、これをぜひ運用するような状況が作れればよいということで、今これのための技術的な研究開発を今やっているということで、その辺の中身をこの後の2人が紹介させていただきたいと思います。それからすいません戻ります。それからこの機体がですね、そのエンジンを使って垂直に上がって垂直に降りてくるという形式を取ってます。これは実は、まあ、我々の考えてた理由がありまして、まあ、羽をつけて降りてくるというのをスペースシャトルでもやっていますので、まあ、それはまあそれで技術的には実証されているということで、まあ、ここではこのスタイルを取ってますのは、さっき申しましたように1日に1回飛べというような非常にクイックターンアラウンドというんですけども、まあ、そういうものを実行しようと思うと、できるだけ地上での整備が少なくて済むという、スペースシャトルが横に降りてくるとそれをまた次立てて起こさないと次の打ち上げができないというような手間がかからない方法の一つになり得るのではないかというのが考えの一つであります。それから、まあ、日本でこういう実験をやるときになかなか広い場所を作るのが難しい、あるいは我々がスタートするにしても我々のロケットの実験場からまあスタートせざるを得ないだろうというようなことも含めて、まあ、このやり方でやることがまあ我々のやり方としては意味があるのではないかというふうに考えているところです。それから、これは水素を使っているということで世の中と非常に大きな接点があるということで、最近のその世の中の水素エネルギー社会の構築とかいろいろな新しい試みがされています。実は我々その液体水素を使ったロケットというのはロケットやまあかなり何十年も前からやっているわけですが、まあ、そこに接点を見出す、あるいは我々側からその水素社会の側にいろいろ提供できるものもあるでしょうし、むしろ最近ではその逆の安全技術であるとか、高圧のタンクであるとかいうことは向こうから学ぶことも多いので、もう我々大変多くの共同研究をその水素社会の人たちとやらさせていただいています。まあ、その辺もちょっとこの活動のユニークなところかなと思いますので、ご紹介させていただきたいと思っている次第です。というわけで、まあ、そういうことを考えながら、まあ、そういう実験機あるいは、機体の開発あるいは研究ということをやっているということをご理解いただければ、大変ありがたいと思うことと、最終的に目指しているものはもちろん、最初に申しましたような、
スペースシャトルができてもっと良いものを作ろうというようなことで、こういうイメージのことを考えている。で、この写真は実はですね、そのアメリカの、スペースポートアメリカというのがニューメキシコにあります。そこでバージンギャラクティックの人たちが飛行、宇宙、なんていうか、有人飛行をしようとしているわけですけど、そこの、その、打ち上げファシリティといいますか、空港の設備の写真に、まあ、ちょっと我々のこの絵を重ねたものですが、これを、ただ現在アメリカのニューメキシコスペースポートはなかなかまだ回転するに至っていませんが、向こうに行ってこの絵を見せると大変喜ばれます。まあ、将来の姿というのは飛行機のような世界というのは羽田で、1日何回飛行機が飛んでいるかというと、まあ、大体1日1000回です。我々のさっきの話では1日まあ何十回ですので、まあ、今うちの浦や種子島で年に数回しかロケットを打ってないという世界に比べれば大変な頻度ではありますが、飛行機の世界から比べれば非常にも一桁も二桁も小さいものである。まあ、したがって、まあ、そういう大規模なものが実行できないというはずはないと思って、それをゴールにして、まあ、若い人たちも含めこういうことが活動が活発になっていけばよいなというふうに思っているところです。以上、私の発表終わります。はい、ここまでで質問ございますでしょうか。質問ありの方、挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。マイクが到着するまですいません、お待ちください。あ、産経新聞の草加ですけれども、稲谷先生のお話の中で、この、パワーポイントにもありますけど、これ再使用ロケットの世界で故障を許容し安全に帰還するシステムと書いていただいてってお話ありましたけど、この何ていうんですかね、この事故というほどでもないような、その何でしょう、許容範囲の こういう場合の再使用ロケットで許される故障の、その許容される範囲っていうのは、どの程度の故障だったら、まあいいだ、よかろうというような話というか概念になってるんでしょうか。お答え難しいと思います。飛行機の世界は、100万回のデパーチャーに1回だと言われています。100万回というのは、1万日が30年ですから、30年のうちに1日100回飛んでも機体がなくなるかどうかという、それぐらいの事故率ですね。非常に低いと思います。で、例えば飛行機がライフの間にを全うする機体が100機のうち何機あるかというすると、多分100機のうちに、まあ、100機に近いぐらい、99機ぐらいライフを全うすると思いますが、まあ、この最小ロケットがライフをどれぐらいにするか、さっき言った1000回とか1万回とかだと思うんですけども、まあ、その間に、まあ、1万回飛べというときに、じゃあ1万回に1回だったら、ライフの間に必ずこの機体はなくなってしまうので、ライフを全うする機体はないと。多分そういうのは世の中からは受容されないだろうと思いますので、100万回に1回はなかなか難しいとは思いますが、やっぱり1000回に1回とか1万回に1回の事故率では、多分経済的にもペイしないし、世の中からも受け入れないんだろうと。まあ、そんな感じを持っています。で、それを持ってどこまでやるべきかの議論はなかなか難しいところだとは思いますけども、そういうその出入りの感情といいますか、どのライフでどれぐらいの回数を飛ぶかということと、その間にどれぐらいの事故率があるかと。で、それはその自分の機体の一生よりも、長い時間の、を持たない短い間に事故が起きると必ずその機体を失えるということで、多分それは世の中から受け入れられないだろうと。多分そういうことで決まっていくのではないかなというふうに思います。じゃあその議論の中身っていうのは、その故障のを許容しというお話の、その故障のレベルの話というよりは、その、はい、なんていうんですかね、そのどのぐらい その飛行回数を持たせるかというの、はい、機体のシステムとしては、使い捨てロケットと対照的に見ればいいと思う。使い捨てロケットは故障すると、はい、爆破で全部捨てますと。それはなぜかというと、帰ってくる機能を持ってないから、そうせざるを得ないので、最初ロケットは必ず帰ってくる機能を持っているはずで、故障しても、ミッションができなくても、帰ってくればいい。あれ別のところに降りればいいという、そういう仕掛けができるはずで、その故障しても安全に降りれるという仕掛けのもとに、例えば100回に成功率 99% の使い捨てロケットの世界から、まあ、多分何千回何万回に1回の世界が作れるのは、そこの、その降りてくる仕掛けをうまく使うことによるんだろうというふうに思ってますので、システムの構築はそのことがとても大事なことだというふうに我々は、今そのことを具現したシステムというのは実は存在してないので、存在しないものをどう作るかということでもありますし、基準も存在してないので、そういうことを作りながら基準はできているの
ていくのであろうと、そういうふうに考えるところです。ありがとうございます。他によろしいですか。はい、どうぞ。すみません、今の点でちょっと追加で質問なんですけれども、先ほど1000回から1万回に1回では許容されないかもしれないだろうというふうな話をされてましたけど、あの多分積み荷が、人である場合と、あの荷物である場合とではその許容のその多分範囲というのが違ったり、コストの関係で宇宙に例えば衛星を持っていく場合であればもっと低い許容でもできるんじゃないかというふうなところから多分取っかかりをしていくんだと思うんですけど、そこら辺についてはどうでしょうか。どう思います。あのスペーシャルドローが評判が悪かった理由の一つは、荷物を運ぶ、単に荷物を運ぶミッションでも人が乗っていかないといけないから、そのための安全性のために非常にコストが上がって高かったということは言われている一つです。だから一つはおっしゃるように、人を運ぶのと荷物を運ぶのも分けちゃうのを将来の姿にするというのも一つの考え方だろうと思います。ちょっとそこが、シャトルの例があるので、それが失敗だと言い切ってしまっていいかというと、私その自信がないですし、まあ、将来にはもっと良いシステムができる可能性がありますので、いずれにせよ、シャトルは135回のうちに2回、墜落事故といいますか、人命を失う事故を起こしているのは、これは実績としてあるのは厳然と事実ですので、やっぱりそうならないシステムを作らないと、多分、お客さんからお金を取って乗せるとか、まあ、そういうシステムはなかなか世の中から受け入れられないのであろうというふうに思います。荷物と人を分けるという考えは存在しているということはおっしゃる通りだと思います。はい、どうぞ。今この最終ロケットの宇宙機構内での位置づけを伺いたいんですけど、まだ基礎研究的だとは思うんですが、なんかこう予算上の名目っていうのはなんか立ってるんでしょうか。で、そのこの輸送システムのいろんな H3 とかいろいろありますけども、その中でどれぐらいのとこにあって、あともうこれ10年以上やってるかと思いますけど、大体年間いくらぐらい、どんな予算使ってやってるんでしたっけ。あとで岡のプレゼンの中にちょっとそのチャートが出てくると思いますが、今、機体開発を、飛ばす機体の開発をやるという計画が認められているわけではありません。その前段階の技術実証は、まあ、予算を使ってやっておいという認知がされている。そこはどの部分がどうでというのは、後で絵でご説明できると思いますね。ちょっとそこまで待っていただけます。そうですね。まあ、お金を使っていいという、コミットは そこまでということです。あとでちょっと絵で説明した方がいいと思いますので。おそらくもう一点質問があって、JAXA 内での位置づけというご質問があったと思います。はい。JAXA 内は今、この何年間か、その将来予想系にどう取り組むかというような議論、それから、宇宙戦略室の、ちょっと今は名前変わりましたが、昨年までその輸送部会というのがありまして、そこが長期ビジョンという形で輸送の未来について議論するというようなことがあります。まあ、その中で、日本としてどういう取り組みをどういう形でやっていくかということは、今現在その新型機関ロケットとか実用の世界のロケットで、まあ、動いている横で、まあ、基礎的なことを、まあ、少しずつやっていくというのが状態で、この活動もその中の一つ。であるという形で、まあ、位置づけられていいますか、宇宙系の中の活動としてやっているというのが実態です。はい、回答になっていましたでしょうか。よろしいですか。他にございますでしょうか。はい、それでは次の、プレゼンです。講演ですね、小川から最終用観測ロケットの計画、お配りした配布資料の方は最終用観測ロケットのコンセプトと技術実証になっているかと思います。このタイトルで、はい、お願いいたします。稲谷の方から紹介がありました、実験機から次のステップということで最終用観測ロケットということを紹介いたします。まあ、そのコンセプトと技術実証計画という内容でお話をいたします。で、その目的なんですけれども、先ほど稲谷からありましたような将来に向けて必要なことをやるということで、将来の本格的な最小型宇宙輸送機に必要な航空機的な繰り返し運行、
それから故障雇用型システムの構築手法、それから高性能化のための研究を実践することで、技術蓄積を図るというのが一つ。それから、まあ、そういったシステムを作ることで、小型の実験的視聴機会を低コストで提供することができるようになりますので、それを使っていただくということで、多様なユーザーを刺激し、再使用飛行を伴う、行う環境を創出して皆さんに使っていただくと。それから、早期に実行が可能な弾道飛行を行う最小型の宇宙輸送機のシステムを運用して、まあ、再使用というのが非常に良いものだと。ベネフィットの共有を図って、宇宙輸送の最小化に向けた次の発展を加速すると。まあ、こういった目的で活動を行っているものでございます。で、観測ロケットなんですけれども、今でも宇宙科学研究所では、使い捨て型の観測ロケットを運用しておりまして、これは弾道飛行、まあ、軌道上で回るわけではなくて、上がって降りてくるというような飛行による、まあ、多様な観測、及び宇宙環境利用実験や光学実験、衛星搭載観測機の予備実験を行っています。まあ、気球では到達できず、衛星も降りてこれないような、その100キロから300キロの間の範囲を、まあ、観測するというような用途に使われています。で、まあ、この運用を行っているところなんですけれども、まあ、ユーザーからはですね、1回で使い捨てるシステムであるということで、もっと低コストにしてほしい、あるいは高頻度多数回実験をしてほしいとか、いうことが、まあ、いろいろ要望があります。で、まあ、こういった背景もありますので、弾道飛行する観測ロケットを、まあ、次に目指すべきものとして、最小化をするということを目指す、まあ、目指すと良いのではないかということで、我々は活動を行っています。そうすることで、まあ、既存の観測、使い捨ての観測ロケットの枠組みを利用することで、まあ、軌道上を回るよりは、弾道飛行を行うようなシステムの方が、まあ、現実的な投資額で実現可能であろうと。それから技術的現実性も高いであろうと。まあ、今ないものを使う必要はなくて、今あるもので、実現可能であろうと、我々は思っています。まあ、将来に向けては段階的に発展していくという、ワンステップになればいいな、良いのではないかと思っています。それからもうすでに観測したりとか実験したりとかいうそういうもう飛行需要があるわけなので、で、それも継続して見込めるということで、継続して飛行需要が見込めて、実際そのロケットの機体を使って、それ技術実証して終わりというんではなくて、それを使ってまあ観測とか実験とか繰り返して使っていけるということで、実験機で終わらないようなものができるということで、非常にメリットがあると我々は考えています。それで、まあ、これまで使い捨てたものを、まあ、帰ってくるわけなので、ペイロードを持ち帰れる。それから、繰り返し機体を運用することで、低コストで運用できて、まあ、しかも、何回も何回も運用できるというようなことによって、これまで観測とか実験に使ってた内容よりも、もっと質的、量的に異なった科学的成果、工学的成果が望めるんではないかと。まあ、そういったメリットもあるということで、我々は、これがいいんだということで、活動を行っています。どういったものかというのがこの図でございまして、先ほど稲谷から言いましたように、我々が目指しているのは垂直で離陸し、垂直で着陸するようなシステムです。で、発射点にから打ち上げて発射点に帰ることによって、高頻度、まあ1日、ここでは1日2回以上打ち上げ可能なシステムを目指しています。それから、この機体の性能としては100キロから150キロ、今、観測ロケットで使っているような高度にペイロードを打ち上げて、まあ、発射点に帰還するというようなシステム。それから、我々は、まあ、1000回というお話がありましたけど、まずは100回再使用できるようなロケットを目指すということでございます。それから、ここの図では、エンジンが4機、の図を載せてございますが、まあ、こうエンジンを複数機載せることで、1機エンジンが故障したとしても、安全に、射程に帰ってこれるような故障許容システムを目指しています。で、まあ、こういった、再使用っていうのが、射程に帰ってくるようなシステムだと、これまでに、の使い捨てロケットでは、なかったような、技術が必要になります。それは、滑空して帰還する技術。それから、展開してエンジンを再着火して、それから、エンジンをうまくコントロールして軟着陸すると。いうようなところで、そういった技術が必要になります。で、その、姿勢をこう変えて、滑空から垂直に降りて、垂直の姿勢にして降りるというところで、その推進剤がこう揺動するとかですね、そういう姿勢、着陸に伴う、新たな技術も必要になります。
で、そういった、技術が必要になるということで、使い捨てロケットにはない技術について、我々は研究を行ってきたところです。まあ、その一環として、本日はエンジンについて、ご紹介いたします。で、その、観測ロケットを再使用化することで、どういったメリットがあるかということを示したのがこの図でございます。で、先ほどと繰り返しになりますが、繰り返し、できると。同じ、ロケット自体が返ってくるわけですから、ペイロードも当然返ってきます。なので、実験装置を、まあ、繰り返し、使用できると。で、繰り返し利用できるので、そのハイスペック、非常に高価な、精密な機械、装置を積むことができる。で、これまでは使い捨てでしたので、資料は回収できませんでした。で、宇宙へ打ち上げて無重量実験をして、その資料を回収して、地上の非常に精密な装置で解析ができる。それから、航空で採取したサンプルを回収できると。で、地上で精密な装置で、非常に高精度な、分析ができるといったところ。それから、使い捨てロケットでは、宇宙空間で、観測したり、実験したりする際には、電波で、リモートで、データを下ろす、データを、取得するというような制約があったんですけれども、この、繰り返し、最終ロケットの場合は、機体自体が返ってくるので、機体に、そのデータをストレージして、そのデータを持ってこれるということで、非常に大容量のデータが取得できると。そういったメリットがある。で、しかも、右の方ですけれども、その機体は高頻度で飛行運用ができると。1日2回飛ばせる。同じ、実験装置を2回飛ばせるわけですね。そういった、高頻度の、観測。それから、コストは10分の1程度を目指しますんで、これまでかかっていたやつの10分の1で実験ができるということです。そうしますと、観測ロケット実験はより手軽にできるし、科研費等の競争的資金による利用の扉を、開くことができるということで、これまで、参加してなかったグループとかにも使っていただけますし、そういったことで、新たな、高頻度飛行実験需要が刺激されて、もっともっと観測ロケット実験が続くんではないかということでございます。具体的にどういった新規参入が見込めるかと示したのがこの図でございます。これまでも無重量環境利用ということでいろんな宇宙ステーションとかで実験を行っていましたが、そのある部分は観測ロケットが回収できると。資料を回収できるということで、ある部分が、この再使用観測ロケットでできるんではないかと。基礎化学、燃焼とかですね、そういった基礎化学、それから物質のこの混ざり具合、拡散現象などの物質化学、それから、どこまでの、高度まで、微生物がいるかといった、例えばそういった、生命科学だとか、アストロバイオロジー。それから、マウスとかを飛ばして、で、それを持ち帰ってきて、何らかの変化が起きている。その変化を、元にして、創薬の実験を行うという、そういう話もありまして、それが宇宙創薬でございます。そういったところ。それから、これまで、観測装置とか、観測されてきた宇宙環境利用とかいうものの、ハイスペックな実験装置回収だとか、大容量データで、それが高頻度、高度化した観測ができると。いうようなところで新規参入がある。それから人工衛星搭載までの準備実験、事前検証も使えると。それからもちろん、この、最小観測ロケットを運用することで、低頻度、高頻度飛行運用による宇宙技術が実証できるということです。で、さらには、この最小観測ロケットを発展させて、上段ロケットを追加して超小型衛星打ち上げだとか、あるいは、スペース X がやっているように、一段を再使用化するような、そういったものに発展するだとか、あるいは、この信頼性が高い、技術になりますので、有人飛行に発展できるとか、さらには、弾道飛行ではなくて、周回軌道の往還機へ、技術を発展されるとか、そういった多様な発展の可能性があると思っております。で、我々は、これまで使い捨てロケットではない、再使用をすることによる、に必要な技術の研究を行ってまいりました。左上がその機関飛行に伴う空気力を使ったその姿勢の安定性、不安定性、それから逆噴射のジェットがありますので、それによる空力的な影響の研究。それから右上ですが、これは機関時に姿勢がぐっと変化しますので、その時に推進薬を抑える。推進薬をエンジンに送る
と送れるようにちゃんと液面を制御しなきゃいけないと。まあどういうふうに制御するかと。そういった制御の研究。それから、酸素素燃料の姿勢制御エンジンということで、これまでは、ロケットはですね、ヒドラジンとかいう、ヒドラジンという、毒性の、燃料を使って姿勢制御をするというのが、一般的でした。そうではなくて、我々は、何回も高頻度で運用しなきゃいけないので、せっかく燃料として、水素があるわけですから、酸素水素の燃料で姿勢制御エンジンを作るということを目指して、開発を行っています。それから断熱材、タンクの断熱材についても極低温の、推進体を、まあ、蒸発しないようにする断熱材なんですけれども、これも、使い捨てロケットでは1回使い捨てなんで、1回持てばよかったんですけれども、これも何回も使えるような、システムを目指さなきゃいけないということで、その再使用化研究。それから、ヘルスモニターということで、燃料が漏れたら、その系統をシャットダウンするように、故障許容の一環ですけれども、その燃料漏れを検知するようなシステム。それから、左下ですが、これ、機関飛行に伴う、滑空と姿勢展開と、着陸の飛行制御の研究。それから、エンジン高性能化ですけれども、これは、地上から航空、空気が、薄くなっていくと、エンジンの特性が変化しますんで、その特性の変化が、高性能を保ったままにするというような、まあ、高度保証ノズルという技術なんですけど、その技術の研究。あ、すいません。それからですね、どっから、それから、まあ、軽くタンクを作るための、極低温の複合材の軽量なタンクの開発。まあ、今までは金属で作ってたのを、それをプラスチック等の、複合材で作るという研究です。それから、100回エンジンを再使用するための、エンジンの研究ですね。それから、軟着陸するために、水力制御、スロットリングというのが必要ですので、そのスロットリングの研究。まあ、もちろん、再着火というような、大きな技術の研究も行っております。で、これが、ご質問にあった、チャートでございますが、まあ、我々は、その、ロケットを再使用化するということで、使い捨てロケットにはない、技術、まあ、未成熟な技術、っていうのをいくつか、ピックアップしまして、それについて、研究を行ってきたところです。そのため、まあ、再使用観測ロケットを実際、研究開発を始める前に、クリアしておかなければいけない技術課題について、平成22年度から、ずっと研究を行ってきました。で、今年度はですね、今年度というか昨年度、エンジンシステム100回再使用、それからスロットリング、それから、まあ、再着火等の、再使用観測ロケットに求められるエンジンについて、一連の、試験が終わって成果が得られましたので、今回はそれについて、主に、ご紹介したいと思います。それから、今年度は、姿勢展開に伴う、飛行制御実証実験というのを、計画しております。で、まあ、こういった技術をまとめて、再使用観測ロケットのシステム、全体を、まとめて、まあ、開発スタートに向けて、今、活動を行っているところでございます。で、まとめますが、まあ、我々、再使用観測ロケットが、実現に向けて、使い捨てロケットではない再使用の技術について、まあ、技術実証という計画を、まあ、進めておりまして、まあ、それによって、まあ、開発、着手前に必要な技術の、研究を行ってきたところでございます。それからシステムについても、まあ、技術実証計画の中で、進捗しておりまして、まあ、その成立するような、システムを、研究を進めているという。それから、まあ、新規の要素技術も実証したところでございます。それから、今日、この後紹介します、最小ロケットエンジンの試作試験。これはもう、終えまして、成果も出ましたので、本日ご紹介いたします。それから、機関着陸飛行のための機体設計、それから飛行実証実験を計画立案して、今年度実施予定でございます。それから、機関飛行多数回使用のための極低温のタンクの技術実施、技術について、いろんな試験を行って蓄積を行いました。それから、故障許容型のシステムの構築所、要素技術の研究についても今行っている最中でございます。以上です。はい、それでは質問をお受けしたいと思います。先ほどと同じように挙手をお願いいたします。
この、あそこまで、ね、今年度分まではやってよろしいということが了解されているというところです。はい、どうぞ。日経新聞西山ですけれども、今年度ですかね、来年度彦地小実験計画ってあるんですけど、はい、これ具体的にいつ頃どこでどういう形の実験をされるかっていうのをちょっとお伺いしたいんです。はい、これまだ計画途中でございまして、まあ、今年度中の実施を目指しているところですが、具体的にちょっと、今詰め切れてないところです。はい、その彦地小実験計画が終わった後っていうのはどんなことを考えられてるんですか。具体的な開発計画をまとめて、まあ、実現に向けて、まあ、計画を提案し、まあ、採用されるような採用されるべき活動を行っていくということでございます。実現されるというのはどれぐらいの期間で開発して、初号機というのはいつ頃飛ぶようなイメージなんでしょうか。まあ、実際に予算とか全部認められたという前提でお話しますと、予算が認められたという前提で開発スタートして4年で開発して、実証機を飛ばすというような計画を考えております。100キロぐらいですか。はい、100キロです。いきなり100キロは飛ばさないと思いますけど、同じ機体を使って1000メーター、1万メーターとか、なんとかこうだんだん上げてこう行くような運用を考えてますけども、性能としては100キロ飛べるような。じゃあその初号機が飛ぶときというのはもっと低い高度、1キロぐらいとか、なんかそれぐらいをイメージされて、性能としては100キロ飛べる機体を作りますけども、はいはいはい、初号機の最初 の, 実験は多分1メーターとかそれくらいからこうゆっくり飛行範囲を拡大していくようなイメージだと思います。わかりました、ありがとうございます。すみません、読売新聞の千野です。この資料に現実的な投資額で実現可能というふうにお書きになられてますけども、現実的な投資額というのはおいくらなんでしょうか。ちょっと今ここで具体的には申せませんが、衛星一機には満たないぐらいの規模を目指しています。いった場合にもすごく幅があると思いますけども、まだ検討途中なので確定的には言いませんが、70、80億ぐらいで目指したいと思います。他にいかがでしょうか。ソライドット JP の鳥島と申します。よろしくお願いします。再使用することによって、低コスト化が図れるということだったんですけれども、やはりスペースシャトルのように再使用するためにこう、コストがまた高くなってしまう。そのメンテナンスでまたお金がかかってしまう問題もあると思うんですが、今の段階でその、再使用した方することによって確実にそのコストダウンになるというなんか裏付けといいますか、そういったことっていうのはあるんでしょうか。はい、実際おっしゃる通りだと思ってまして、この機体を再使用するにあたってメンテ費用でどれぐらいかかるかっていうのを、まあ、部品レベルで検討いたしまして、まあ、その結果として、まあ、10分の1今の観測ロケットの10分の1程度は目指せるのではないかと、まあ、運用費用としてですね。もちろん機体を開発して製作するにはそれ相当の費用が、先ほど申し上げたぐらいの費用かかりますけれども、運用費用としては今の観測ロケット、使い捨て観測ロケットの10分の1程度は確実に目指せると思っております。ありがとうございます。その他の質問ございますか。はい、そうしますと、今の観測、内野浦から時々上げている観測ロケットというのは、まあもちろん、時によって金額、コストは様々とはお察ししますが、ざっくり大体今いくらぐらい一回かかっているという、今の質問。
まあ、ものによりますが、1機ロケット、実験機器を全部含めて、小さいのでは2億円程度、大きいのでは、まあ、4億円、まあ、それぐらいの額だと思います。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。はい、どうぞ。NVS の斉藤です。アメリカの、まあ、観測ロケット、サウンディングロケットですと、まあ、一部観測機器にパラシュートをつけたりして回収しているものとかがございますけれど、まあ、日本は地理的に、まあ、広い平野がないので、なかなか難しいというところがありますが、他の、まあ、世界を見渡した時の、まあ、再利用型の観測ロケットを、まあ、投入できるっていうところの、メリットっていうのを、ちょっと教えてください。はい、ありがとうございます。確かにアメリカだと広大な砂漠から打ち上げて、パラシュートで回収ということでございますが、まあ、最小観測キットはこれ、射程に何着陸で、まあ、着陸できるということで、パラシュートだとどうしても、ハードランディングになっちゃうんですね。なので、そういった面でも、高価な観測機を積むことができるし、その、サンプルの回収についても優しい、サンプル回収ができます。それから、すぐ、欲しい場所に帰ってくるので、探して拾いに行かなきゃいけない。まあ、なんていうかな、すぐサンプルを回収できるというメリットもあるので、非常に、まあ、そういったメリットがあると考えられます。他いかがでしょうか。すいません、全然別の観点から騒音とか音の問題ってどうなんでしょうか。はい、音の問題は何かあります。おそらくまあどの程度どの程度かって言われると観測ロケットと同程度ですか。観測ロケットと比べると、まあ、同程度ぐらいじゃないかと思いますが、はい、はい、ちょっと、はい、頻度が多いと気になるかなというのが、はい、その騒音の関係も毎日のようにですね、まあ、地上と宇宙と行き来するようなロケットを考えておりますので、当然問題になるだろうということで、研究しております。まあ、航空機に比べますと、実は、打ち上げたところからですね、一気に、まあ、大空に駆け上がるということもありまして、騒音の、まあ、影響する範囲というのが、飛行機に比べると少ないという利点はあります。ただし、エンジンとしての、まあ、騒音の大きさというのは、まあ、それなりに、今、藤田先生ご心配になられたようにありますので、この点に関しましては、航空機の、まあ、静音化の話と同じようにですね、ノズルの形状を変えることによって、まあ、音を低減できるのか、まあ、いろんな、アプローチからですね、今後、検討していくことが必要だと思います。ありがとうございます。別に桜の質問ではありませんでした。はい。では次の講演に移らせていただきます。今説明させていただきましたが、鳴尾から、ごめんなさい。はい。はい。全長 13.5 メートルっていうのは、今の、現行のロケットと比較して、どのくらいの小ささになるんですか？現行より大きいです。現行はまあ8メートルとか10メートルの長さですので、この機体のは大きさ的には現行の使い捨てのロケットよりも大きいです。それはどうして大きくなるんですか？今の使い捨てロケットの固体燃料なので非常に密度が高くてコンパクトにできますが、今、ただスペースシャトルの、機体をご覧になったと、まあ、水素を燃料にすると、水素は密度がちっちゃくて、軽いですので、まあ、水の10分の1ぐらいですので、ボリュームは大きくなります。まあ、ちょっとすいません、素人で。現行の使い捨てロケットが、再使用できないっ
というのは、一番問題というか、なってるところっていうのは、その、先ほどから何度か質問出てる メンテナンスの問題なんでしょうか、それとも、はい、現行の観測ロケットは帰ってくる機能を持ってないので、撃ったら海にドボンと捨てるだけです。それを拾ってくるということをかつてもやったことがありますし、海外でもされてますが、まあ、それの手間はとても大変で、あるいは一回そのドボンと落ちて、さっきもありましたけども、その飛行機がそっと帰ってくるような形で降りてくれば、あれ近くに降りてくることができれば、非常にメリットがあるということを今。で、現行のロケットはとにかく、どのロケットもそうですけど、全部海に捨ててるわけですから、それを拾ってくるというのはとても大変ですし、それを仕立て直してもう一回飛ばすというのも、そこにまだコストがかかりますから、そう しないで、飛行機のように何回でも飛べるようなシステムにしたら良いと。それが今の違いですね。そこはよろしいですか。その帰ってくる機能っていうのは、つまりどういう、自分が打ち上げた場所、自分で戻ってくる、その、なんて、制御とかそういう問題なんですか。はい、そうですね。自分で例えばエンジンで、さっきの絵を、動画があったように、降りてくる機能を機体が持っているということで、その、捨てないで済むというか形が作れれば、使い捨てにはないいろんないいことがあると。もう一回使えるので、例えば、使い捨てロケットは次またやれというと、新品をもう一個作らないといけないわけですね。また次やれてたらさらに新品を作る。だから飛ばすたびに新品なわけですが、一機作って10回も100回も飛ばせれば、ベネフィットがあるだろうというのは多分飛行機と同じ世界、あれも車もそうで、車は一回乗ったら捨てないですから、それと同じように他の乗り物と同じようにすると。今ロケットは他の乗り物とはその点で決定的に違うというところを、なんとか他の乗り物と一緒にしたいというのが、まあこの最終の目指すところです。そのために、根本的な考え方として、今あるロケットにその帰ってくる機能を追加するっていう問題なのか、それともそもそも、もともと全く違うものを作るっていう話、どっちなんですか？今あるものに帰ってくる機能をつけると、こんなやり方になりますよというのが、まあこれを示した。スペースシャトルも多分同様だと思う。まああれは普通の使い捨てロケットとは随分違う仕組み、形をしていると思いますが、そこはやり方はいろいろあると思われていて、スペースシャトルがあのやり方をしたのであれば、なんか違うやり方でいいことができるのではないかというのが、まあ、形の意味ではそうです。まあ、ただ、定性的には行って帰ってくるものを作るというのを、どのやり方でやるかという問題であって、やろうとしていること自身は変わらない。ということ。ありがとうございます。はい。他にございますか？よろしいでしょうか？はい。それでは3番目の講演の鳴尾から、最終用ロケットエンジンの研究開発の状況ということで説明させていただきます。宇宙研の鳴尾です。私はこの、最終ロケットエンジンの、研究開発の現状ということでお話をさせていただきます。先ほど、まあ、稲谷、あるいは小川の方から話がありましたように、今日の講演会をですね、開催させていただくことになったそもそものきっかけというのが、まあ、最小観測ロケットに搭載することを想定しましたロケットエンジンの、開発に、まあ、成功いたしまして、まあ、その技術実証をですね、今から4ヶ月ほど前になりますが、今年の2月に完了したことによります。今日はこれまで実現することが困難と考えられてきました最小観測ロケットの、最小ロケットエンジンをですね、どのようにして実現したか、まあ、開発を通してですね、どのような知見を得たかといったことを中心にですね、紹介させていただこうと思います。このスライドはですね、最小ロケットエンジンに求められる、機能、性能をまとめたものです。こちらの上の枠のがですね、将来の最小輸送機用エンジンが備えるべき機能。こちらの下の方の枠がですね、これが、最小観測ロケットエンジンが満たすべき機能、性能ということになります。エンジンがこの右側のこちら側にありますような、このような機能を備えることによって、まあ、左側に書いた、こちらのシステムレベルの要求
は満足することができるというふうに考えております。まず、この長寿命の問題ですが、これまで唯一再使用を謳ったスペースシャトルのエンジンの設計寿命というのは55回です。でも実際には宇宙から帰ってくるたびに、まあ、エンジンを機体から下ろして、全部分解して点検するようなことをしていました。まあ、そこで我々はですね、エンジンにこちらの、まあ、こういった手当てをすることによりまして、簡単な点検だけで100回再使用ができるようなエンジンの開発を目指すということにいたしました。故障許容、まあ、これは先ほど来話が出ておりますが、飛行中にですね、不具合が起きても安全に地上に戻ってこられる、まあ、機体を失わないために必要な、性能になります。と、そのためにエンジンが備えなくてはならない機能というのは、まあ、こちらになりまして、いずれもスカイアスロケットでは求められることがなかった、機能となります。と、次に、航空的繰り返し運用ですが、これは私たちがスペースシャトルから得た、教訓というのはですね、単に再使用ができるということだけではダメで、頻繁に運用させることができなければ、まあ、結局はコストを下げることができないということでした。まあ、私たちは、ここに挙げるような機能、を、まあ、エンジンにですね、持たせることができれば、航空的繰り返し運用が実現できるというふうに考えております。そして、あと、この下の、枠にまとめましたのが、最小観測ロケットの特有な、まあ、要求性能になります。まず、この垂直離着陸、まあ、これを実現するにはですね、ディープスロットリング、まあ、これは広範囲な水力制御機能のことになりますが、ディープスロットリングや高い応答性、飛行中のエンジンの点火機能、また高度100キロ以上を実現するためにはですね、高い出力や、まあ、軽量化など、それなりの高性能が必要になってきます。ということで、私たちが行った技術実証プロジェクトでは、このスライドのこの右側の機能、これらの機能もですね、すべて満足するようなエンジンを作るということが目標になりました。さて、そのようなエンジンをどのようにして実現したかというのが、このスライドになります。まず、再使用性の確保ですが、エンジンの中で最も厳しい環境にさらされるのは燃焼室です。一般に材料は温度が高くなると、同じ力に耐えられなくなりますので、燃焼室を設計するときには、燃焼ガスに接する壁の温度をどのくらいに設定するかということが燃焼室の寿命に関係してきます。スカイアスロケットでは壊れる寸前ギリギリの性能を出そうとしまして、壁の温度を高く設定しますが、今回はこの燃焼室の温度をですね、絶対温度で700度以下に制限して再使用性を確保するということにいたしました。しかしその一方で、この壁の温度というのを下げますと、エンジンのいろんな部分の効率が低下しまして、結局はロケットエンジンとしての性能が低下することになります。つまり、長寿命化を狙うというのはですね、この性能とのトレードオフということになります。次に、軸受けとか軸風シールですが、これらのいわゆる寿命管理部品については、何回使ったら交換するといった寿命管理計画を立てまして、それに基づいて使うということで、再使用性を、まあ、果たす、確保しようとし、いたしました。次に、高性能化ですが、先ほど寿命を伸ばそうとすると、まあ、性能が、落ちるという話をいたしましたが、でも性能が落ちるとですね、まあ、結局は宇宙まで行くことができません。そこで、やはり高性能化が必要になります。つまり、最小ロケットのエンジンの開発では、寿命と性能の両方を満足する絶妙な作動点を見つけることができるか、ということがポイントになります。私たちは、そのような絶妙なバランス点を見つけるのに、ここにあります、高信頼性、設計手法と呼んでいる手法を採用することにいたしました。まあ、この手法はですね、H2A の開発にも採用されていますが、今回はそれを最小ロケットエンジンの開発に、適用いたしました。まあ、その方法を詳しく説明するにはちょっと時間が足りませんので、ご興味のある方はまたウェブ等で検索してみていただければというふうに思います。またエンジンのロバスト性を確保するためにですね、まあ、設計クライテリアといいますか、設計基準に対してですね、6シグマの余裕を、設計の時点で確保するということにしました。
この、シグマというのは、標準偏差のことですが、まあ、ばらつきを考慮してですね、ロバス性を出したということです。また、3台の電動の制御バルブ、これをですね、採用することによって、作動点の微妙な調整を可能にしまして、性能低下をできる限り抑制しようというふうに考えました。次に、高頻度の運用性ですが、まあ、点検整備性を考慮しました、新たな、構造の採用、あるいは、ヘルスモニタリングシステム、これは、先ほどのヘルスモニターという言葉が出てきましたが、ここで、エンジンの方で考えております、ヘルスモニターというのはですね、飛んでる最中に、次の飛行を安全に行うことができるか、判断できるようなシステム、そういったものを、まあ、エンジンの場合にはヘルスモニターと考えておりまして、そういったシステムを構築することによって、高頻度な運用を実現させることができるのではないかというふうに考えました。こちらの、この左側の、まあ、この表がですね、今度開発しましたエンジンの主な証言になります。ちょっと小さな字で、恐縮ですが、推進剤は、液体水素と液体酸素。海面上の水力は40キロニュートン。これはですね、H2A ロケットの2段目のエンジンである LE5V エンジンの、まあ、半分弱といいますか、まあ、2.5 分の1程度の大きさと、であることを意味します。出力は、320秒。対故障性としましてはですね、まあ、エンジン1機の故障時に他のエンジンのアボートで、帰還することができると、まあ、そういう能力を備えさせようというふうに考えておりました。と、まあ、燃料ポンプなど一連の単体試験を実施した後、こちらの技法に示すようなですね、まあ、性能を満たしているかどうかを確認するための試験を行いまして、その後、寿命と運用性を確認するような試験を実施しました。寿命試験にあたっては、こちらにあるように短い時間でですね、まあ、1回のフライトに相当するような熱負荷をかけられる、まあ、試験方法を確立いたしまして、まあ、その試験方法を、まあ、寿命加速試験と呼ぶことにしましたが、その寿命加速試験によってですね、100フライト相当のですね、寿命を実証いたしました。累積の起動停止回数、これは水力の 90% 以上の起動停止回数ですが、142回。累積の燃焼秒時は3785秒です。まあ、この結果からですね、まあ、今回開発しましたエンジンは、ロケット打ち上げ用に開発されたエンジンの中では、まあ、世界で最も長寿命を実現させることができたというふうに、考えております。まあ、同時に、この、垂直離着陸やですね、アボート飛行、の際に必要となる、水力制御性や応答性を持っているということも確認できました。加えて、頻繁に地上と宇宙とを行き来するのに必要となる最終運用技術や、まあ、寿命管理技術に関しても多くの知見を獲得することができました。燃焼実験の、一部をちょっとご紹介しようと思います。ここにお見せするのはですね、減速フェーズのアボート試験です。観測ロケットで、まあ、観測が終わって射程に戻ってくるときに、まあ、エンジンを再着火させますが、そこでエンジン1機が故障したときにですね、残ったエンジンの作動状態というのを、まあ、模擬した試験になります。この最高、到達高度に達するのは、フルスロットル後、約120秒後になりますが、この試験ではですね、今止めましたが、約18秒で、まあ、一旦エンジンを止めました。まあ、これはタンクの地上試験設備の容量に、影響して、まあ、それにそうしたんですが、まあ、その後、コースティングを約90秒間行いまして、再着火に入っております。で、ここではまず、アイドル燃焼という形でですね、まあ、燃料ポンプを作動させないで、タンクの圧力だけで、こう、まあ、まあ、ボーボーとといいますか、まあ、燃えているという状態です。実際に飛んでいる時には、まあ、ちょうどこの時点でですね、機体の展開をやってですね、エンジンの水力アップに備えるというような状況になります。で、その後、まあ、ここのところからですね、今、まだアイドル電車が 70% 水力に立ち上げます。で、その後、まあ、水力の制御信号をですね、サインウェーブ、制限波状に振りまして、70% の状態ですね、0.5Hz、2Hz、4Hz、あるいは 8Hz といったようなですね、まあ、周波数を変えまして、エンジンの応答性を調べまして、この、ちょっと炎がですね、ちょっと、まあ、縮んだり、膨らんだり、縮んだりするというのが、まあ、ちょっと、だんだん速くなってきたりするのが、
まあ、よく見ると見ていただけるかというふうに思います。まあ、その後この減速をアバウトしましてですね、まあ、アバウトというのは飛行中断機能なんですが、まあ、あと減速フェーズに入ります。これは 40% の推力まで絞った状態です。で、40% に絞った状態でも、その周波数の応答性試験というのを行いまして、エンジンの応答性を調べたりしています。で、その後、また100% 推力にですね、バッとこう立ち上げて、まあ、最終的に約、235秒で、まあ、燃焼試験を終了したというような試験になります。で、まあ、こういう試験をですね、試験の回数では、数十回規模、1回の試験で、最高ではですね、5回ほど着火させたりしまして、その5回着火させるような試験を、まあ、1日に3回繰り返すというような形で、まあ、かなり頻繁に試験を行いまして、この、まあ、自在に制御できるエンジンであるということがお分かりいただけるかと思います。このスライドはですね、まあ、他の最小ロケットエンジンと開発したエンジンの性能を、まあ、比較したものになります。この左側の、こちらですね、こちらには従来のロケットのエンジンの例としまして、LE-5B のエンジンを、こちらの右側の方には、まあ、これまでに開発された代表的な最小ロケットエンジンをリストアップしてみました。この最小ロケットエンジンの中のこの左上が、これがスペースシャトルのエンジンですね。SSME。まあ、右上が、これがマクナデル・ダグラス、まあ、その後NASA に引き取られましたが、垂直離着陸実験機の GCX のエンジンになります。で、まあ、左下がですね、このところ最小実験を繰り返して行っています、スペース X のファルコン9のエンジンになります。で、この右下が、まあ、今回開発した最小ロケット用のエンジンになります。まあ、推進剤の種類やですね、あるいはエンジンサイクルが異なりますので、まあ、一概には比較できませんが、性能のですね、指標となる ISP、出力はですね、このスペース X の、まあ、マリン 1D というエンジン、あるいはこの DCX のエンジンに比べてですね、まあ、今回開発したものは、まあ、値が大きいと、性能がいいということが、まあ、お分かりいただけたらと思います。この ISP という指標は、単位が秒になっておりますが、その意味はですね、1キログラムの推進剤を燃やすことで、まあ、1キログラムの、まあ、推力を維持することができる時間というふうにお考えいただければと思います。まあ、燃費と考えていただいても結構です。で、一方ですね、LE-5B の、まあ、ISP というのは447秒ということで非常に高いですが、このエンジンはそもそも真空中でのみ作動させる、まあ、ことを念頭に置いてですね、開発したエンジンのですので、まあ、このまま大気中で作動させることはできないわけです。まあ、大気中で作動させるためにスカートを短くしますと、この ISP はですね、まあ、大体、SSME と、それと、まあ、この RL10A の5のエンジンの間ぐらいになるんじゃないかというふうに思います。でも、まあ、最小ロケットエンジンに必要とされる機能とかですね、まあ、寿命は備えていませんので、まあ、比較するのにはちょっとそもそも無理があります。この、例えば、設計寿命のですね、ここの 4MDC というのはですね、これは運転時間の4倍の時間だけ問題なく作動すれば合格。これは実は、使い捨てロケットエンジンの設計基準になります。まあ、それに比べて今回は、まあ、100回。の、まあ、実現したということになります。まあ、この MDC というのはミッションデューティーサイクルの意味になります。で、あともう一つ、こちらの、まあ、水力制御範囲ですね。この 22% から 109% という、まあ、この範囲はですね、これまで開発された最小ロケットエンジンの中ではですね、最大クラスであることを意味しておりまして、まあ、この機能によって垂直離着陸だけでなく、アボートを含む自在な飛行が、まあ、保障されるということになります。まあ、ご紹介しましたエンジンのまとめになりますが、宇宙圏ではですね、最小観測ロケット用のですね、最小ロケットエンジンを試作しまして、エンジン性能100回最小のための寿命管理技術及び垂直離着陸を可能とするディープスロットリング能力にかかる技術試験をですね、終了いたしました。初期のデータを取得しまして、まあ、この4項目を挙げましたが、多くの知見を得ております。まず、この、採用しました
高信頼性設計手法というものがですね、まあ、最小ロケットエンジンの設計にも有効でありまして、まあ、エンジンの性能低下の最小化と、まあ、超寿命化、まあ、これを両立させるですね、設計が可能であるということが分かりました。次に、まあ、各要素のですか、各種の要素試験に基づいて、最小エンジンに特有な設計基準というのを設定したわけですが、まあ、このエンジン試験を実際にやってみますと、想定より厳しい領域でもですね、安定動作が確認された部分もありまして、うん、性能と運用性をさらに向上できる可能性があるというふうに、考えております。あと、垂直離着陸と故障許容性の確保のためにですね、まあ、必要な水力制御、機能というのはですね、動的な応答性を含めまして、まあ、初期の性能を確認することができました。加えて、このフルタイムアボートのため、まあ、いつエンジン一機故障しても、まあ、いつでも機体を助けるといいますかね、安全に着陸できるという、その能力をですね、実現するための、まあ、改善の方向と指針ということが得られております。さらに、先ほどの質疑の中にも出てきましたが、整備コストの低減に直結する寿命部品に対する、まあ、寿命管理計画の妥当性というものが確認されたほか、点検整備性を考慮した、まあ、設計の有効性、改善点に関する多くの知見を得ることができました。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、それでは質疑応答の時間とさせていただきます。質問終わりの方は挙手をお願いいたします。読売の本間です。ありがとうございました。今回のこれ最使用性の確保のところで内壁温度を700K 以下に制限という話があったんですけれども、これは使い捨てとかはですね、どれぐらいなのかというのと、あとこれでまあ性能低下するのを防ぐためにこの高信頼性設計手法というふうなことを用いたということなんですが、もう少し具体的に例えば性能低下を、どういうふうに防いでですね、どれぐらいの性能低下で抑えることができたのか、またあとこれ100キロまでこのエンジンを使って上昇させるという話ですが、現在の観測ロケットの推力との比較と、あとこれは何台か例えばまとめて先ほど4台、ポンチエードは4台こうあったんですけれども、こう束ねるようなそういう試験みたいなものをされているのかどうかというのを教えてください。はい、いくつもありましたが、一般に乗るけど、まあ、例えばエジスの2段目の5B のエンジンですと、860度ぐらいです。まあ、800ちょっとですね。まあ、それより百数十度低く設定しているということになります。で、具体的に実はこの高信頼性設計手法というのはですね、まあフロントローディングといいますか、実際にそのものづくりを開始してから手戻りがないようにということで、いろいろな要素試験をやりまして、その上でいろいろな故障モードを、まあ、予測しましてですね、それに対して、まあ、設計の時点でもう手を打とうという、まあ、設計手法、まあ、フロントローディングというふうに、まあ、一般的に言われるその手法の一つのものです。で、まあ、今回の場合には最使用特有、例えばエンジンの、水力を制御するあるいは応答性を上げるというようなことで、普通のロケットですと、スカイツリーロケットですと、まあ、100% の水力で、まあ、ある種ガラス細工のような形で非常に最高の性能を求めようとするわけですけれど、それを性能を落として、まあ、応答性とかですね、寿命とかそういったところに、まあ重きを置いた設計ということになります。だからそのためのいろいろな、基礎試験を行いまして、まあ、その結果を、まあ、設計時点で、かなり取り入れていろいろな、例えばセンサーのばらつきも含めてですね、いろんなばらつきを設計時点で考慮して、まあやったことによってかなりロバスト性が、まあ確保できるエンジンに仕上がったということになります。で、そうですね、あと水力のエンジンを最終的には4機クラスターにした試験を飛ばす前には行うことになると思いますが、現時点ではエンジン1機について、まあ、性能を確認したということになります。
観測ロケットの推力との違い、現在の。観測ロケットで使い捨てのやつのことをおっしゃっているのであれば、こういったサイズとかのペイロード能力が随分違いますので、直接の比較がそれほど意味があるとは思いません。ただし、まあ、あえて申し上げると、推力はだいたい10トン内外だったと思います。で、このエンジンは1機4トンで、4機で上がりますので、全部で16トンという感じですから、まあ、オーダー的にはコンパラブル。ナルオさんのスライドの、ページ6の同じ推力のキロニュートンの単位で出てきますか、数字は。キロニュートン、10キロニュートンが1トン。本当？ですので、これが、例えば、今、すいません、これ4トンといったのは40キロニュートンですね。我々の最終ロケット。スペースシャトルは非常にでかいですね。1750から175トン。スペースシャトルはこれが3機。それからさらに固体ブースターってことです。スペースシャトルは全体が2000トンぐらいあります。で、それ推力が3000トンとか4000トンとかいうのが推力になって上に上がっていくと。そんな感じだと思います。まあ、桁が全然違います。ちなみに、イプシロンロケットの1段目は推力は、100トンとかいうオーダーになると思います。200トンかもしれません。ちょっとそれです。100トンのオーダーです。桁としては随分小さい。このロケットも観測ロケットも小さい。全部質問にお答えしたでしょうか。大丈夫ですか。はい。他の質問ございますでしょうか。全体を通しての質問でも構いませんので、質問をお持ちの方は挙手をお願いいたします。NVS の斉藤です。ちょっと全体的な話になってしまうかもしれないんですが、まあ、観測ロケットのこのプロジェクトの概要として、まあ、再利用100回、高度100キロ、コストが10分の1ですね。のとか、結構、キーワードが出てきていると思うんですが、今後、プロジェクトを、まあ、立てていく上で、決めているキーワードとか、用語とかっていうのが、はございますでしょうか。こういうコンセプトでいきますっていうのを一発で言うような。受け入れてもらいやすいかというのが、どこも捨てないというようなキーワードかなと思います。結局それが、まあもうちょっと言えば飛行機と同じようなというか、ロケットというのは捨てる世界が当たり前みたいになっているのを、まあ変えていきたいというのが思うところかなと思いますけども、なかなか売ってる力が弱いと、かもしれません。まあ、世界中で次をどうしようかというのはみんながいろいろ考えているところで、やり方についても非常に論争的です。こんなエンジンがいいとか、あんなエンジンがいいとか、国内でもそうですし、世界的にもですね。その中でやっぱり何かをやってみせて、そらこんないいものができたよっていうふうに言われたいなと思ってやってるっていうのが、少なくとも私はそう思ってるんですけども、この辺もそうかと思いますけど。私だけじゃなくてこっちからも行った方がいいですね。いや全く同じですが、でも高頻度再使用というのが僕はキーワードだと思ってまして、まあ、何回も繰り返し使うことができて、しかも高頻度というのは1日1回以上というのを目指すとこかなと思ってます、はい。私もそうですが、高頻度再使用と
というのが、まあ、一つキーワードかなと。先ほどのちょっと、お話の中でも、講演の中でも話させていただきましたが、スペースシャトルの、まあ、反省というのはですね、あれだけの素晴らしい機体を作りながら、まあ、当初は2週間に一遍飛ぼうといったのが、まあ、3ヶ月、4ヶ月、1件と、1回ということになったことによって、まあ、使い捨てのロケットよりも、さらに2倍、3倍のコストになってしまったという反省があります。まあ、そのために、実は、先ほどちょっと具体的にお話ししませんでしたが、エンジンのこのメンテナンスなんかでもですね、全部、その、機体から離す、取り外すことなく、まあ、この地上の燃焼試験の場合には、スタンドから下ろすことなくという言い方になりますけれど、例えば、今のロケットエンジンで、HCA なんかのエンジンで地上試験やって、なんかちょっと部品故障したり、あるいはまあ、点検をしたりすると、例えば10日ぐらいかかったのをこのエンジンでは、半日、まあ1日以下でやる、まあ、ということができるような仕立て、そういう設計にしましたので、やはり高品の再使用を目指した、まあエンジンそのものを設計時点から全部考え直して作ったエンジンです。エンジンに思い入れがあるのでエンジンのことを言いますけど、ちょっとこの絵見ていただいて、この、ちょっと、まあ、こっちは写真ですけど、こっちは絵で、この絵を描くときに、なんか、まあ、議論というか、その、どこで飛んでる絵にしましょうかという議論があって、我々、まあ、こっちは能代の実験場ですけど、その、内野浦の実験場の、まあ、エプシロンロケットの隣ぐらいから撃つのにしようかと言ったら、羽田にしろと言って書いたのがこの絵で、これ羽田の滑走路から。まあ、こうやらせてもらえるかというと、今危ないからそんなものは来ないでくれって必ず言われちゃいます。で、今飛行機は飛ぶときに、今どうやって飛んだらいいかというと、どこでも飛んでいいと言われてますが、ロケットはどこでも飛んでいいかというと、ロケット飛ぶのは危ないから全員退避してください。世界を作らないとできない。でそうやってる限り、ロケットが一般化したり、もっと高品質になったりするのはなかなか、世の中にそういう受け入れられ方しかしてないというのが現在だとすると、こうなるためには、やっぱりもっと安全だというとか、100回飛んでも1回も落ちませんでしたというとか、成功率が90何パーセントでは多分ここではやらせてもらえないので、そうなるためにどうしたらいいかというのはまあ一生懸命考えていて、故障しても安全に降りれるというのことはそのことを担保するために必要で、故障しないシステムのどんどん挑戦した限界を作っても 99% か 98% だったらそれはやっぱり世の中には受け入れられない。まあなんかこの絵はそんなことが背景にあって描いていると。で実際多分こうはならないと思いますし、さっきのその中でのこれ冗談の議論ですけど、水素エネルギー社会がどうどこで、東京オリンピックは水素オリンピックにしろとかいう議論があって、じゃあ東京都知事にこれ持って行ってオリンピックの会場の上空飛んでいいかって言ったら多分ダメって言われるんですけど、まあ、例えば世の中に受け入れられるシステムというのはそういうもんだというようなことをやっぱ頭には目標としては持っていることが大事で、まあ、この絵はそういうことを表していると思っていただければ我々の考えていることに近い。だそう今できないですけど、ゆくゆくはこうしないとさっきのような世界は作れないのであると、まあ、そんな感じでご理解いただければいいなと思います。すいません、毎日新聞ですが、今お話のあったように、その、例えばエンジンのメンテナンスの、時間を、まあ、半日にできるようにしたりとか、そういう、まあ、オリンピックの会場の上空でも飛べるようにするとか、そういう、再使用ロケットのために研究することっていうのは、今の使い捨てのロケットについても、まあ、その考え方を還元できる部分っていうのがあるのじゃないかと思ったんですけど、例えばどういうこと、ことでそういうこの最小ロケットについてのアイデアみたいなのが今のロケット、使い捨てロケットにも還元できる部分があるというふうにお考えでしょうか。ロケットはその使い捨ての中で一番有利なものにしようとするので、例えば無駄なものは全部の、下ろしちゃって本当に上りだけのものにしなさいということでコストを下げるというのが今のやり方だと思うので、そこはこれのためにいろんな余分なものをつけないと帰ってこれないというようなことは多分相反する要求になっていくんだよね。もちろん信頼性を上げることは必要ですので、その部分に共通要素は大いにあるとは思いますけれども、システムの形、あるいはシステムの
作り方のようなところではやっぱりこれ相反するものになっていかざるを得ないと。だからこそ今まで使い捨ての世界で、なんていうんですかね、その世の中の役に立っている状況が作られている状況、あるいは、一発100億円でも誰かがお金を払ってくるような状況からなかなか次に抜けるのは違うことをやらないと抜けられないというのが、今の現状だと思うので、こっちの最終の世界でこんなにいいことありますよということをスペースシャトルは見せようとしたんだけども、何かコストが高いとか、最初に従いに、さっきのどなたがおっしゃってたように、最初に従いゆえにコストがかかってしまったり、めんどくさいことが増えちゃったので評判が悪くなっちゃった。ただそれは失敗と断じるのではなくて、いろいろ学びましたというふうにやるべきで、次作るものはそういう反省を生かしてやるべきだと。ちょっと答えがストレートではないと思うんですが、やっぱり最小で使い捨てで、最小で持ったものを使い捨てに乗り換えるというのは信頼性を上げるという意味では、その共通要素はあると思いますが、それ以外のところはやっぱりシステムの作り方の考え方が違うんだというふうに思います。これ何回も繰り返し使えることになれば、まあ、安くなるという感じはするんですけども、でも実際に使われなきゃ結局コスト高いになっちゃうと思うんですが、まあ、なんか宇宙旅行とか言うとなるほどなという感じはするんですが、この弾道飛行実験ってそんなに1日2回もみんな使いたいという感じになるんですか？なればそれはあり得るんじゃないかとは思いますけども、そういうその需要予測っていうか、よく宇宙旅行の需要予測みたいなのはあるんですけど、こういうその、弾道飛行実験の需要予測みたいなデータってありますか？定量性を持って十分かどうかっていうのはありますが、例えば宇宙ステーションに行く前にその飛行機で無重力実験をしようというような、こうパラボリックフライトというのは、あれはまあそういう実験のために、まあもちろんコストはこれほどかからないかもしれませんが、まあ1回にどれぐらいかかってるか知りませんが、多数回繰り返してやるという世界は作られていると思います。で、まあここはそれよりもなんていう質的に良い実験環境を作れると思いますので、まあ、そこちょっとぜひ定量的に当たってみることは大事なことかなと思います。現在の時点で何かこういうマーケットリサーチがあるというのはあります。一方でアメリカなんかを見ますと、その、弾道有人飛行などの機体を使って、無人にしてそういう無重力実験をやろうとか、その観測実験をやろうなんていうことも、彼らも考えているようで、まあ、必ずしも、有人で遊覧飛行でないとそういうビジネスが成り立たないと思っているわけでは彼らもなさそうな気もします。ただいずれにせよちょっとマーケットはちゃんとサービスすべきだとは思います。で、我々の、同僚とか近くにいる人たちはやっぱりサイエンスの立場でこういう観測をどんどん繰り返してやりたいとか、なんかもう実験装置を一回作ったらそれを今は一回でダメにしているわけですけども、そうじゃない状況というのは必ず何回も使いたくなりますよという、その我々の周りの科学の人とか環境量の人たちは、まあ、言っていただいてますが、それはまあ外に対してお金を払ってやるという世界ではなくて、我々の、まあ、ある意味身内の話ですので、マーケットとしてそういうのがどれぐらいあるかということはぜひ考えて、ただこの小川の方がありましたけども、その環境利用の方もその今宇宙ステーションにでいろいろ実験をしている状況よりもなかなかあれは大変だということで、それうちの非常に簡単に実験ができる機会が作られればですね、まあ、そういうことは期待はしていいんじゃないかとは思います。ただまあそこはなかなかお客の取り合いになるかもしれませんから、という面もあるかもしれません。そのあたりの、まあ、需要のマーケティングっていうかですね、そういうのもそろそろやっとかないと、せっかく期待ができたにしても結局利用者はいないということで、その先の友人とか行けなくなっちゃうかなっていう心配が、まあ、そういう心配はないですか？これだけお客がいるのでやる意味があるという話に持っていかないと、なかなか次の突破
破できないんだろうなと思います。まあ、一方で、その部分と、そのロケットの技術が進むというのと、そのまあ両方の合わせ技で、こう、プロモートしていくのかなというふうには思ってますけども、ぜひいいお家あったらお願いしたいと思います。朝日新聞の奥村と申します。今のお話に関連すると思うんですけれども、一番最初にしていただいた、高度100キロでの、ニーズっていうんですかね、衛星なんかの利用方法があったりとか、実験なんかの利用方法があったりとか、そういうようなことは、今400キロ程度だというふうに思ってるんですけれども、ISS なんかでも、比較的、その、低コストで衛星を放出するとかそういうようなことをなさっておられますけれども、そことの関係がどうだということとですね、あともう一つはですね、先ほど矢谷先生のお話の中にありましたけれども、世界中でいろいろなことが検討されていますよっていうのがあったと思うんですが、今年度あって4年後最速4年後実証がスタートするとですね、この JAXA のこの、再使用の観測ロケットでやっぱ、この、世界最西端を行くことになるんだろうなと思ってるんですけども、その世界的なその位置をもう一度教えていただけますか。比較的低い距離の利用は、ISS でもなさっていると思うっていう。ISS がまあ高度400、軌道を回ってますので、ISS に行くっていうの上に乗っければ、そこはまあ、なんていうんですか、その環境で、まあ、非常に長時間実験ができるということになると。ただ、ISS に物を持っていくまでに、いろいろな、その、手順って言いますか、まあ、それは結構複雑なことで、その、大きなプロジェクトの一部として運営しないといけないというような感じがありますけども、この、まあ、観測ロケットというのは、今日、まあ、例えばですよ、今日こんな実験やってないと思いついて、まあ、来年にはもう実験ができているとか、半年ぐらい実験できると、その実験のターンアラウンドのようなことは、我々が自分のその、飛ばす機械を運営しているというような意味で、そのクイックな、実験のやり方というのができるんであろうというふうに思います。だからもちろん ISS が、まあ、高度400キロは、まあ、それほどこの我々の高度100キロと比較するのはそれほど意味があると思いませんし、これは例えば弾道飛行をやりますと、無重力実験の時間は、まあ、3分とか5分とかの時間しかないんです。その代わり、そのクイックな実験機会が提供できる。その点で、その、要求が違うのかなという気がします。講談のご質問の世界でこれができたらどういう位置になるかというのは、ここはなかなか難しいところですが、今世界でこういう弾道飛行をやろうとしている、民間も含めたいろいろな動きの中で、これがどういう位置に占めるかというと、私が思ってますのは、その民間でやっているいろいろな活動というのは、まあ飛行機の延長のような形で、高度100キロ上がるのがまあ精一杯のようなシステムの形でやっているのかなというふうに思っているのに対して、これはやっぱりその将来の液体水素を使うとか、その性能高い、あるいは、宇宙輸送の本筋のところで次に貢献するというようなやり方の研究要素を入れてやっていますので、技術的には、100キロで終わるようなシステムで良いとしているのではなくて、先に さらに次を睨んで、その第一段階かの段階を組むという形で輸送の将来全体に貢献するという考えでやっているつもりであります。その意味でできるとそのポジショニングみたいなのはそういうところに位置づけられたいなというふうには思っています。ただ一方で100キロ上がる道具という意味では同じかもしれませんので、どう使われるかというところはこのやり方がいいのか別のやり方がいいのかというのはそこはその比較の問題になるかな。その費用対効果の効果をどの辺に見るかというところで価値は変わってくるんだろうとは思います。すいません、日経西山です。このエンジンのですね、推力10倍以上にするっていうのは結構難しい話なんですか。実はそういう研究も始めようとしております。はい、
あとは、新型機関の次あたりは、これでやろうっていうことあたりは考えられてるんでしょうか。それは再使用にするということでしょうか。はい。一段目を再使用にするというのは、スペース X のようなやり方をするというのは、まあ、可能性としてはそれはあり得ると思う。その時に、例えばこの、エンジンでいろいろやった技術っていうのは、まあ、なんであれ役に立つんだろうとは思います。で、今、新型機関ロケットはそういうスペックでは設計開発はされてないと思いますし、まあ、試行実験としてやったらどうなるかという、ことは考えているのではないかとは思いますけども、まだ形になるような話で、将来について議論されているわけではないと思います。まあ、そこは多分将来の意味で、取り得るチョイスの一つだろうとは思いますけども、それは、なかなか難しいところで、スペース X がやってるから、こっちもやるというようなことで良いか、あるいはもっと先を行けというのが、その、国の税金を使う話としてはどっちが良いのであろうかとか、まあ、そういう議論をぜひ、ちゃんとした上でその辺の投資を決めることだろうとは思います。ちょっと我々のチームだけでそれは申し上げられる話を超えてますので、ちょっとその辺から先は差し控えたいと思います。あ、どうぞ。あと、こっちでお願いします。ソライドット JP の鳥島と申します。すみません、2点お伺いしたいんですが、まず1点目なんですけれども、エンジンの方で、高度保証ノズルという点があるんですけれども、おそらく、ノズルの開口比を変えられるということだと思うんですが、どういう仕組みなものなのか、お伺いできればと思います。あ、1点ずつ、はい。現時点ではですね、デュアルベルトがですね、まあ、いくつかの候補を考えているという段階です。それで、今のエンジンの、ノズルスカートの部分に、エクステンションのものをつけてですね、やれるような、まあ、実験というのも、まあ、いろいろ検討しているというところですね。で、さらにサブスケールのものに関しては、まあ、燃料は、能代でやった、あれだね。無冷却の、まあ、スカートを使ってですね、今のエンジンの、まあ、ところにエクステンションの形でつけて、まあ、やるという実験はしておりますが、まあ、それは材料のしての実験であってですね、まだ、まあ、こうしたところまでは行ってないと。まあ、実際の実験は、まあ、デュアルベルトモニアなんかに関しては、コールドフローの実験で燃焼試験まではやっておりません。はい、ただ、そういった高度保証ノズルをつけたりしますと、より性能が上がるというのは実際の問題としてありますので、そういったことは基礎研究として引き続き実施していこうというふうに考えております。ありがとうございます。2点目なんですけれども、タンクのところで複合材を使った液酸液水のタンクと書かれてあるんですけども、以前アメリカの X33、とかですね、LNG の推進系とかで複合材の極低温タンクというのが、開発が、まあ、難しかったり、不可能であったりということがあったんですけども、これは可能になったというのは何かこう、複合材のその材料側で、こう、今までの間に、技術的にこう、強度が進化したとか、技術的ななんかブレイクスルーがあったから、可能になったということなんでしょうか。こっちのちっちゃい方の機体で複合材タンクというのはもうすでにつけて飛ばしたりしました。液体水素でですね。だから、まあ、システムの仕立てを本格的に、例えば、何十回も繰り返しできるというようなことと、まあ、少しそれができるかどうか試してみるというのは、いろんなレベルの難しさがあると思いますけど、まあ、そういう、アメリカがかつて、そのためにある種の開発が頓挫したというのは聞いています。だからこっちでは、非常に小規模なものであれば、あ、こういうのはできるもんだなというようなことは経験として持っているので、まあ、何かその可能性はぜひ追求したいなと。ただ実際にこの機体でどれを採用するかというのは、
まだ今いろいろトレードオフをしているところでして、本格的な複合材タンクを必ずこれで乗せますというところまで我々も自信を今持っているわけではありません。そのためにはやっぱりやらないといけないことはかなり多いと思っているところで、ただ何回も繰り返している環境というのは途中からそういうのを変えていくとか、最初はその優しい形で機体を構成しておいて、少し性能悪いけれども、さっきの高度保証ノズルもそうですけども、だんだん良くする中でそういうのを積んでいくという考え方も取り得ると思いますので、何回も飛べるという環境をそういう新しい技術開発に積極的に使うというようなことも、まあ、こういう機体を転がしているがゆえにできることであるかなという気もいたしています。そんな感じで、基礎研究として今やっているというふうに、ご理解いただけて、現実的にできるものも我々も作ったり飛ばしたりするというところまでは来ているというふうに思って、ただ製品として保証できますというためにはなかなかいろんなハザードがあるとは思っています。そんな開発状況だと思っていただく。遅くですが、実機サイズのものを作ろうとするとやはり製造まあ、メーカーの方にですね、まあ、製造装置といいますか、製造機、そちらの方がまあネックになっています。小型のものであれば、設計方法を含めてですね、まあ、何とか確立することができたというふうに思っていますが、大型のものまでは、ちょっとまだ今現状では、かなりの設備投資が必要になるだろうと思っております。ありがとうございます。他にございますでしょうか。かなり時間を超過してしまったのでそろそろ締めようかなと思っておりますがよろしいですか。はい、それではこの公式の会見をこれ勉強会集いを終わらせていただきます。この後講演者しばらくここ残っておりますので、個別に質問されたいという方どうぞ前の方にお集まりください。今日は長い間どうもありがとうございました。